はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は仕事で自己実現をするためにはっていうお話をねしていこうと思います。で、そもそも仕事って結構人生の大半を占める部分だと思うんですよね。まあ、睡眠8時間、仕事8時間、残り8時間っていう、まあ、単純計算すればですけど、実際は仕事12時間、睡眠6時間とかそんなところがあるかもしれないんですが、まあ、そんなね人生の大半を占める仕事において一体我々は何を求めたらいいのかっていうね、今日はそういうちょっと、まあ、道徳って言ったらあれですけど、まあ、そういうね話をしていこうと思います。で、まあ、労働力不足っていうのはねもう分かりきっているというか、もうずっと言われている話ですよね。もう本当に逼迫していると思います。で、特に、まあ、医療業界に関しては都道府県をねまたいで借り出されている状況ですよね。特に大阪なんかでは緊急事態宣言が出たりって経緯もあって、まあ、看護師さんを何百名っていうのをこう他府県からこう、ね、呼び寄せるみたいな、そんな状況もあったかと思います。で、まあ、ブラック企業問題っていうのなんかがはびこっているんですけど、人手不足っていうのはもうさらに助長させている始末なんですよね。うん、だから人手が足りないから労働時間を長くしてカバーするっていうね、もう本当はそうすることによって生産性の効率がどんどん下がっていくんで、結局意味がないよねっていう話なんで、今いる人数でどうするかっていうことを考えなくちゃいけないのに、今いる人数で時間だけ増やせばなんとかなるとか、人さえ集めればなんとかなるっていうことを考えている、まあ、愚かな経営者とか政府とかっていうのをなんとかしていかなくちゃいけないぜっていう話なんですよ。で、結局そのあたりっていうのはもうどうしようもないので、我々のような下っ端に関してはだったらもうモチベーションとかそのメンタル面でこう前向きにしていくしかないよねっていう話なんですよね。で、将来の不安って皆さんあると思います。僕も当然あります。で、若者っていうのは当然ますます希少性を高めていくと。だから僕92年生まれなんですけど、まあ、大体120万人くらい言われていると。で、団塊世代とか団塊ジュニアっていうのがその2倍から 2.23 倍くらいいるんですかね。だから240万とか270万人とかいるんで、僕の92年、まあ大体30歳くらいになる人たちっていうのが120万で2分の1になってますと。で、今の生まれている大体過去5年くらいの人たちが100万人切ってますよねっていうことで、まあ4分の1くらいまで下がっているという話ですから、まあ、少子高齢化っていうのがどんどんもう少子高齢化じゃないですね。もう少子高齢社会っていうのがどんどん進んでいくんで、若い人間減っていきます。ですから、企業としては、まあ、有能な新人を、骨肉を争う争奪戦を繰り広げていくんで、まあ、我々からしたらね、まあ、自分たちを高く売ることができるチャンスではあるっちゃあるんですよ。うん、じゃあ、そんな不安がある中で、そもそも私たちって何のために働くのって、まあ、この疑問について考えたことのない人はいないと思うんですよね。で、それってじゃあ働くのはお金のためなのか、生活のためなのか、それとも生きがいのためなのかっていうと、まあ、仕事っていうのは人生のね多くの時間を占めるんで、何のために生きるのかっていうのは考えずにはいられない問題だと思うんですよね。じゃあそもそも人って何で働くのかっていうことをやっていくと、この疑問に関してはね、最高レベルのプロであればおそらく答えるのって簡単だと思うんですよ。例えばまあ一郎ね、もう引退されましたけど、仕事で野球をやっているのはもう野球が楽しくて仕方がないからなんですよね。で、同じくプロと言われる人たちっていうのも、その仕事をやること自体がもう楽しくて仕方がないから、その仕事として選んでストイックに頑張ることができると思うんですよね。だから絵を描くのがプロとしてやっている人だったら、もう絵を描くのとにかく大好きっていう人たちですし、それから料理を作る人でもこう新しい料理を作り出したりとか、一つの料理を極めるとかっていうのが楽しくて仕方ないと、そういう人たちだと思うんですよね。ところが、その最高レベルのプロ以外ですよね、多くの人たちってそうじゃないと思うんですよ。で、天職っていうのが一体何なのかっていうのを見つけられないまま人生を過ごしていくっていうケースは非常に多いと思います。だから人生のどこかのタイミングで天職っていうのを見つけることができれば、もうそれはもう人生楽しくて仕方ないんだよねっていうことを思うことができると思うんですよね。ただこの手のパターンっていうのはもうかなり特殊で、血まなこになって俺の仕事はどこだ、私の仕事は何だっていうのをこう探しても見つけ出すことができないっていうのが世の中なんですよ。僕自身も今営業っていう仕事をやってますけど、まあ、確かに得意なんでしょうね。成績は結構上位の方に常にいるんで、ただもう苦で仕方ないんですよ、営業やるのって。うん、で、改めてなんですが、なんで人って働くのっていう話をすると、今の仕事では、ね、多くの人が抱えている悩みとして自己実現ができそうにないんですよ。ああいうことがやりたいな、こういうことがやりたいな、こうなりたいなって。じゃあそれにもかかわらず何のために働いているのかっていうと、おそらくは大きく言うと幸せになるためっていうのが大嘘の答えだと思うんですよ。じゃあその幸せって一体何っていうのを今日は掘り下げていきたいなというふうに思います。
って、まあ、幸せって実は3つの源がありますよということですね。何のために生まれてきたのかということを改めて問いただしていくと、まあ、大きな使命を成し遂げるためなのか、例えばエジソンみたいにこう電気を世の中で使えるようにするというようなね、大きな使命を成し遂げるためなのかっていうと、地球上にね、70億と言えるいる人類がいる中で、全員が偉大な存在っていうわけじゃないんですよ、残念ながら。うん、で現代になって200年ほどでね、地球環境というのが激変しているんだから、70億人分の偉大な偉業っていうのが起こったとしたら、もう地球完全にぶっ壊れると思うんですよね。200年で数数えた程度で、例えばライト兄弟とか、それからまあエジソンとかっていうのその数数えれば、あ、この人たちがこう人間の生活を楽にしてくれたよねっていう人たちのような、ああいう大きな変化っていうのがボコボコ起これば、地球爆発しちゃいますわっていう話なんで、これはこれでいいバランスなのかなと思うんですよ。で、我々は平凡であることを自覚しなくちゃいけないっていう話なんですが、お前に言われたくねえわっておっしゃる通りなんですけど、69億人以上はね、平凡、ごく普通の人だと思うんですよ。で、世界にとって大きな使命を果たすなんてことは多分ないと思うんですね。まあ、それを心がけてるかどうかは別ですよ。例えば、貧困の国に対して井戸を設けたいとか、学校を作りたいとか、それから世界の戦争を全てなくしたいとか、人種差別をなくしたいとか、そういうのを日々心がけているかは別として、そのあたりではいい意味でもうね、諦めておいた方がいいと思うんですよ。うん、その取り組むこと自体は悪くないと思いますけど、それで世界を変え切るっていうことはおそらく一人の力じゃ難しいという意味で、まあ、諦めた方がいいんじゃないか。ただし、それぞれが一度きりの人生においてこんなことをしたいとか幸せになりたいっていう風に強い気持ちを持っているっていうのはおそらくあると思うんですよね。じゃあ、その気持ちがある上で幸せって何かっていうと、3つで構成されているという風に言っている人がいますと。で、1つは金融資本、お金ですね。で、人的資本、で、社会的資本というところで、それぞれ何かっていうと、金融資本っていうと、まあ、銀行預金のイメージですよね。で、これはまあ心理学的には2億円くらいまでは増えるほど、まあ、幸福度っていうのも上がっていくと。ちなみに年収は900万円くらいです。はい。で、金が多いほど人は幸福に感じることができるということなんですね。まあ、これは2億円というのが一つそのターニングポイントにはなるんですが、それから2つ目に人的資本っていうのは、まあ、人間関係のことですよね。で、人から認めてほしいという欲求を満たすために必要なものと、集団に属したりとか家庭を持ったりとか、まあ、友人と会ったりとか。で、人っていうのは、まあ、寂しさを感じたくない一方で、人との付き合いでしか感じられない幸せっていうのを好みますよっていうものなんですね。これが人的資本。それから社会資本っていうものが、労働によって生み出されるものです。働くことでやって得られる給料とか、仕事によって覚えられる充実感とか、スキルアップっていうところですね。だから日常生活を過ごしていく中で、プラスアルファでなくてはならないものの一つっていうことを言います。で、幸福度を高める行動ってじゃあそれぞれ何なのって、今言った金融、人的、社会っていう中で、生活コストを知ることっていうのが大事ですよと。金融資本って結構大きなところがあるんですよ。お金持ちになって幸せになるっていうことはないんですけど、貧乏になって不幸になるっていうことはあるんですよね。だから毎月何にお金を使っているのかっていう数学の把握をするっていうことは非常に大事です。で、これっていうのは人によって大きく異なってきますよね、当然ながら。で、例えばブランド物の服とか時計で身をまとって高級会社乗り回して豪邸に住むってなれば、もうコストって恐ろしいほど、もう数百万、数千万って拡散できますよね。ところが一方で、もう月なんかもう2万、3万くらいのボロボロのアパートでユニクロを着ていれば、もう費用はほとんどかからずに生活していくんですよね。もう月4万、5万とかってレベルでいけると。じゃあその違いって一体どこから来るのかっていう話をしていくと、まあ、どれだけお金を使えば自分が幸せになれるかっていうことを皆さん結構把握してないケースっていうのが多いと思うんですよね。で、ソシャゲって、まあ、ソーシャルゲーム、いわゆるスマホゲームみたいなもんですね。アイテムを集めるのにも課金が必要なのと同じなんですよね。だから自分の人生を満たしていくのにどれだけ課金をするかなんですよ。例えばドラクエとかポケモンとかファイナルファンタジーとかっていろんなそのソシャゲがありますよね。まあ、もっと細かいものあると思うんですけど、すみません、僕有名なものくらいしかやったことないんで知らないんですが、その無課金で十分楽しめる人もいれば、なんかもう 100万200万突っ込んで、もうなんかフルフルの装備で無課金税をフルボッコにするみたいな人たちもいますよね。それと同じで、自分の人生もそのお金を全くかけずに生きていくっていうのは無理だと思うんですけど、最低限これだけのアイテムが揃ってこれだけのものを食えてりゃ OK だっていう人もいれば、とにかくその社会的ステータスを上げていくためにも、その社会的ステータスをよく見せるためにもお金いっぱい使っている人たちと
っていうのもいると思うんですよね。でそのお金の使い方とか使っている量とかっていうのが果たして自分の人生のどれだけ満足度につながっているのかっていうことをはっきりと出してみないと、いくら仕事してお金稼いだところで意味がないよっていうことになっちゃうんですね。で中には全く幸せとはかけ離れたお金を使っている場合っていうのもあれば、何度も何度も同じことに費用をかけている場合っていうのもあるんですよ。だからどんなことに何でそれを使っているのか、そしてその使い方っていうのは ふさわしいのかっていうことを、きちっと見極めておかないと、幸福になるか不幸になるのかっていうのはしっかりと考えて見極める必要がありますっていうことなんですよね。でお金の使い方に関してなんですが、預金残高を増やすことに幸福を感じるかっていうと、まあ、たまった実感の割に幸せを感じることっていうのは残念ながら少ないんですよ。さっきの2億円っていう話をしたんですけど、まあそもそも200万でもたまっていればね、大体の人はね、おーおーっていう感じかもしれないんですが、まあ、それたまってたとしてもあんま実は意味ないぜっていう話なんですよ。で結局何かに使わないことには幸せっていうのが感じられないんで、使うとこ縛りましょうっていう話なんですよ。で何がままめなく使いたいっていう人ほど、まあ、お金を潤沢に持っているケースっていうのは少ないんですよね。で限られた資源、これは要はお金の中で幸福度をより高めるためには何に使うのかっていうのをきっちりと精査する必要がありますと。でこれに関しては特定の分野、例えばね、何に使うか、食事贅沢したいとか、運動に使いたいとか、旅行行ったらやっぱ贅沢したいよねとか、芸術作品にお金を使いたいとか、まあ、買い物全般とかで、いろいろあるんですけど、まあ、どれに絞るかっていうのはもうこれを見ていただいているそれぞれにして、一つ共通として言えることっていうのは、物を買うよりも体験に使った方が幸福につながりやすいっていうことですね。まあ、物じゃなくて心の充足に充てるっていうことの方がいいお金の使い方だ。これだけはまあはっきりと言えるという部分になります。で検証を行いましょうということなんですが、まあ、自分が幸せを感じるためには何に時間とお金を使うべきなのか、でそれはいくら必要でどのくらいの労力をかけるべきなのかっていうのを、このあたりっていうのを検証しないで、とりあえず金さえあれば幸せになれるっていう人が、なんか私はお金持ちになりたいんですっていうことを目標に掲げて、ドツボにはまっていつまで経ってもいくらお金を稼いでも幸せを感じることができないっていう生活を送るケースっていうのがありますと、まあ、このあたりはね、港区女子なんかには言えるんじゃないでしょうかね。まあ、金があってブランド品があれば幸せっていう大いなる勘違いをしていると。で体験経験に勝る幸せっていうのはないので、際限ないパパ活をするっていうのはまあ結構だと思うんですよ。別にね、夜のお付き合いをするとか、お食事のお付き合いをするとかっていうので、パパの方が身体的、それからも精神的満足を得られて、でかつお金をもらうっていうのであれば、まあ、別に問題ないんですけど、まあ、中身のない空っぽな晩年をね、迎えてね、まあ、無価値観を覚えた最後、寂しい人生にっていう話もあるんですが、これ以上はちょっと喧嘩を売る形になるんで、やめておこうと思います。はい。で、本当に必要なことのみに絞って、残りは切り捨ててしまうということが大事です。はい。だから、自分のかけているエネルギーと幸福にズレを感じるのであれば、また違うことはないかなっていうことを改めて探してみましょうと。で人生はこの繰り返しになるんですよ。でしかも幸せのツボっていうのは、年齢とかそれからも環境とかでいろんな要因で変わることっていうのは当たり前なんですよね。だから例えば若い頃っていうのはゲームをとにかくたくさんやるっていうのが幸せだったかもしれないですけど、年を取ってみれば運動することが楽しいっていう風に幸せを感じるっていう風にどんどん遷移していくっていうことはあり得るっていう話なんですよね。っていう、まあ、幸せを探しましょう、見つけましょうっていう話をしておいた上で、ようやく本題に戻ってくると、結局我々って何のために働くのかっていうと、まあ、もうね、仕事は何のためにあるのかっていうと、お金のためっていうふうに言う人は多いかもしれないです。確かにお金は労働から得られる一側面かもしれないんですけど、ただそれだけなんですよね。とある成功者に人からすると、自己成長のためとか、人との縁とか、それから社会の変化、なんていうふうに言ったりするんですよね。ということは、言えることはですね、これが実現できれば、これが手に入れば幸せになれるっていう一択の答えっていうのはないんですよ。ここまで引っ張っていってないんかいっていう話なんですが、そうなんです、ないんです。ただ言えることっていうのは、成功者と言われる人たちっていうのは、今言ったように社会を変革するためなんだとか、人との縁をつなぐためなんだっていうふうに、このために仕事をしているっていう、自分にとっての幸せである一つ何か、これだっていうのを見つけてるんですよね。つまりそれを見つけることができれば、あなたにとって仕事が一体何を意味するのかっていうことにつながっていくっていう話なんですよ。とはいえ、いきなり仕事から探すと嫌なことばっかりが頭に浮かんでしまうかもしれませんので、まずは日常生活、あなた自身の生活において、これができてれば幸せとか、これこうなれたら幸せっていう、それをヒントに、例えば運動ができる毎日がいいとか、
机に向かって悶々と作業をするのが楽しいとかっていう風に、いろいろその自分が生活を送っている中で何をやってたら幸せなのかっていうのを見つけて、それを仕事に置き換えてできるっていうことを考えてみていただけたらいいんじゃないかなということです。なので自分の日常生活、これやってたら楽しい、これやってたら苦痛だっていう、その線引きをしていって、これを仕事にしよう、これは絶対に仕事にしちゃいけないっていうものを見つけていただくのが仕事をする楽しさっていうところ、実現、自己実現につながっていくというところです。ということで本日はね、仕事に関するお話をしてまいりました。ということで以上です。お疲れ様でした。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。